1ヶ月に1回あのリレー凱旋といいますのでやってるんですね。で今日今年の初めて の, そのリレー凱旋がありました。それを済ませてこちらにやってまいりました。なんといっても今年はですね、選挙イヤーです。あの私は今回幸いにも選挙官じゃないんですけど、本当にあの選挙の担当の議員の人たちは選挙イヤーとかが嫌な年だっていうそういう思いで過ごすことになると思うんですが、やはり統一地方選挙、それから7月に参議院選挙というふうにダブル選挙がありますね。で私あの実はですね、正月永田町行きまして、まだ国会始まってないんですけどね、28日から始まると決まりましたけど、いろいろちょっと気になって、官邸詰めの、まあ、ベテランの記者と話をしてたらですね、あの安倍さんは覚えてらっしゃいますか。安倍さんは新年の会見の時に解散総選挙のことを聞かれて、そんなことを頭の片隅にも持っていないっていう、そういうふうに答えてましたね。でまあそんな話をしてたら、いやどうもですね、頭の片隅にはないんだけど、頭のど真ん中で考えてる、やっぱりそういうふうなことに意見が一致しました。やっぱりなかなかチャンスがないんですね。でもう一つやっぱり安倍さんは何としても会見発言したいと、この兼ね合いでどうするか、だからこそ今度のこのダブル選挙はすごく私は大事だと思います。参議院選挙もちろん国政だから大事ですけども、それにも増してやっぱり大事なのはその前哨戦となる地方選挙です。市議会議員選挙と県議会議員選挙、これぜひ皆さん今年はこれからですね、皆さんのお力をぜひ貸していただきたいというふうに思っています。横浜で言えばやっぱり大きな課題があります。ご存知だと思います。カジノです。でどういうわけか、川崎までカジノに関心があると表明しちゃってるんですよね。やっぱりこれ止めるのは、いくら市がやりたいと言っても地元もダメだとできないんです。だからこそぜひ皆さんのお力を貸していただいて、市議会議員やっぱり反対か賛成か、これしっかりと周知してもらおうじゃないか、私はそう思っています。そしてその勢いを参議院選挙につなげていきたいと思っています。私は3年前本当に市民、多分ここにいらっしゃる皆さんのお力で参議院になりました。もう3年経ちました。もう一回皆さんのお力をお借りして、そして皆さんと一緒に今度の参議院選挙、何としても安倍政権を追い詰めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。